重機好きが集まるユニークメニュー。まずは先月オープンした静清バイパス羽鳥インターすぐそばにある重機カフェクルージー。重機の映像が流れる店内にはダンプカーのタイヤやクレーンのミニチュアが飾られ、まるでテーマパークのような雰囲気です。母体が建設会社になってまして、メニューも含めてちょっと皆様に重機の世界を知っていただけるように作りました。そんな建設会社の手掛けるカフェで人気なのがバケットカレーです。バケットカレーは黒系のカレーをブレンドしてまして、ビーフカレーにはなります。でそのカレーのルーをバケットっていうショベルカーのアタッチメントがあるんですけれども、その器に入れてお出しする形になってます。カレーを食べるスプーンがスコップ型なのにもこだわりを感じます。ビーフカレーの中に入っている野菜は玉ねぎのみとシンプル。じゃがいもとかパプリカとかナスとかお野菜を添えて一緒に味わっていただく。カレーはちょっぴりスパイシーながら甘さもあり、トマトを使うことで酸味も追加され、とても食べやすい、ご飯が進む一皿です。掘り起こすイメージでちょっと黒い土砂や砂利を掘り起こすイメージで作られたイカスミを使った一押しの掘削パスタです。イカスミと本当のイカと入れて、あとはちょっと玉ねぎを多めに使ってまして、食べやすいようにイカがふんわりと香るような形で作ってます。濃厚なイカスミの旨味が麺に絡みつつも玉ねぎの甘さが加わることでマイルドに仕上がった一品です。掘り進めるという意味のある店名のクルージーと名付けられたパフェも人気です。オリジナルのコーヒーゼリー、コーンフレークとかソフトクリームを入れたり、あとはチョコブラウニーで、一番上が手作りのプリンになるんですけれども、グラスが縦に長いことからスプーンでどんどん掘っていく必要があり、まさに掘削体験のできるユニークな一品です。きな粉をまぶして土砂に見立てた土砂氷もおすすめです。掘り進めればお楽しみも。重機を知る機会になればいいかなっていうので、これからもちょっと重機に特化したようなメニューを開発して、多くのお客様にご来店いただければと思ってます。重機好きはもちろん、子どもから大人まで楽しめるユニークなカフェ、重機カフェクルージーです。